今まで生きてたね。褒めてあげるよ。エキドナ。無月も PD4 も勝てなかったお前たちを倒せば、私が一番になるんだよ。お前たちを倒したこの私が。悪いが、お前と遊んでいる時間はない。なめるんじゃないよ。あんたは昔からそうだ。先代の SP の頃から私に指図する。お前たちをガレオスには行かせやしないよ。行かせてもらう。ドミニクのところへ。よっしょ、まずはそっちの。なんだよこいつ、ロボットをやらせろ。ロボット強い。冗談じゃねえぞこれ。よし、あとはちょっと戦ってもらって、後ろからきつい後ろから高速の作戦がきついわ。よし、間に合った。ガレオスはどこだ。さあ無月。残念だったね。そろそろ発射の用意が整っている頃さ。何？遅かったか。あれがガレオスか。なんてデカさだ。
を足止めしているように見えるな。さて、俺たちも行こうぜ。どうやって？あれでさ。エアキャリアで追いつけ。急げ急げ。行こう。戦闘機が足止めしているうちに。ブースターに点火する前に間に合えないんだ。急ぐぞ。待たせたな。もうあの娘のドラガンも知ったこっちゃねえ。掃除はどうする？掃除はポルトに任せよう。そうか、ムゲツを頼む。思いっきりぶち切れててめえらをぶち殺せるべ。ああ、俺もお前にとどめを刺さないと気が済まない。かっこいい。とどめを刺す。全然当たんで、距離が飛距離がない。いって、まあ、どういう攻撃だよそれ。ほよし、コウに取られた。そう、とどめだ。あとはドラガンだけだ。とどめ取れなかったよ。ひぃ、その辺にしてくれないか。お客様に迷惑だ。くそ、全く読ませてくれない。さあ始めよう、ドミニク。まずはあの病院からだ。さあ戦おう。お前、あの黒ひょうじゃねえか。一体何者なんだお前。さあ何者なんだろう。
よっしゃ。くそ戻られた。いってえなこの野郎。よし。オッケー。うん、お、ちゃんと喋った。わからないわよね、今の私は。あなたよりずっと年上だもん。さあ、これはどうなるか。まさか。カルディア。そう。私は帝に事故に見せかけて存在を抹消された。事故じゃ、うん、なかったっていう。そしてより人間に近いドミニクのためバイオノイド技術も実験体にされたの。バイオノイド技術、クソドラガンのやつ。あの人はかわいそうな人なの。あの人、ドラガンは孤独なのよ。私がそばにいてあげないと。言うな。うわ、マジか。つか扉開いて鎖ブーンって飛んできたけど、怖っ。バイオノイド風情に私が同情されるとはな。貴様、同じこと言われたよ。私に逆らう者がどうなるかをまず教えてやるのだ。私に従う者には衛星から無限のエネルギーを与えてやる。衛星を使って支配しようってのか。人間は管理されたがっているのだよ。利益のない者には目もくれず、権力のある者には恋へつらい。自らの力では何もしようとしない。人間は絶対的な力で支配された方が幸せなのだ。やめるんだ、ドミニク。どうした、ドミニク。違うと言っているようだな、妹は。妹だと。この出来損ないの人形画か。自分でドミニクを作っておきながら、両手で相手をしてやろう。この私をさあここまで追い詰めた褒美人な。シオンのこのセリフ好きなんだよね。お前だけは、お前だけは許さないぞ、ドラガン。すげえかっこいいわ。怖え。距離がない。ちょっと待って、あげられ。でっけえなダメージよ。くそ、ボルトは何をしてるんだ。あれどこ行った、あいつ。あいつそこいたか。ただこっちのダメージもでっけえ。やっぱこれ威力がでかいんだよね。あ、やっべ、ボルトはそれやめろ。こいじゃねえんだ。あ、くそ、2回目も倒せない。マジかよ。こっち来すぎだろお前。ああ、つえー、無理ですよ。ゲームオーバー。